セールスのスキルというのは必ず活かせる。皆さんこんにちは、スカンクワークス代表の荒牧です。今日は、案件を加速するインサイドセールスということで3本目ですね、始めていきたいと思います。まず今日は、フィールドセールス、いわゆる対面ですねのセールスと何が違うんだっていうところをお話をしていきたいと思います。まず一つ目、これ皆さん、勘違いしない方がいいと思うんですね。決して商談としての本質は変わりません。まずお客様のいわゆるニーズを聞き出して、もしくは課題をしっかりと共有をして、そのためのヒアリングをする。そして、自分の商品の説明をしながらお客様の課題の解決をするための、例えば導入メリットなんかをお伝えしていく。そしていろんな、障壁対応なんかをしながら、質問の対応などをしながらクロージングに入っていくっていう、こういうふうな話は基本的にはこれは全く変わりません。もうそれこそ極論言えば物販スタイルであろうと、提案営業であろうと、コンサルティングセールスであろうと、ここは全く変わらないと思います。まずという意味で言うと、まず皆さんの今まで培ってきたセールスのスキルというのは必ず活かせるんだっていうことをしっかりと理解してください。ただここで何が違うのかって言いますと、当然慣れていないですよね。私たち営業もオンラインインサイドセールスをするという環境に慣れてない。そしてお客様パソコンの PC の画面、タブレットの画面を通じて営業を受けるっていうような、本当にもう内容以前にコミュニケーション環境に慣れていないじゃないですか。これは大きいですよ。という意味で、その慣れてない環境をどうやってクリアしていくのかっていうような話がありますね。この辺がまず一つフィールドセールスとは今までと大きく違うところだと思います。そして次です。こちら側からコントロールできる範囲というのが当然少なくなりますよね。例えば目の前にお客様がいりましたということになれば、やはりお客様の、例えばですよ、なんて言うでしょうね、機嫌をコントロールする、感情をコントロールするっていうのも、やはり空気感も含めてやっぱり我々慣れてましたら、コントロールできるじゃないですか。でもさすがに今度はオンラインで画面上になりますと、表情もなかなかわからない。それを相手の気持ちをコントロールする、雰囲気をコントロールするってなかなか難しくなりますよね。そしてもう一つは、例えばお客様のところに行きましたって言ったとしても、例えばこちら側が持っていくツールですとかも含め、それから同じ場にいますから、コントロールっていろんな意味でできたかなという気はします。でも今度はオンラインになりますと、相手側の、例えばリテラシーって言い方になります、言っちゃいけないのかもしれませんけども、お客様のその PC ですとかタブレットですとかオンラインツールに慣れてない、離れてますよね。これをコントロールする、難しいね。ですからやっぱり我々はしっかりと準備をして、コントロールできない範囲が多くなったんだという前提で準備をしていく、進めていくっていうことが大事になっていくと思います。